パリ五輪は29日、スケートボードの男子ストリート予選が行われた。前回の東京大会で金メダルを獲得した堀米雄斗が登場。ベストトリックで採点拒否、をしたことで、ファンの驚きを呼んでいる。今大会からの新ルールだ。画像、緊張した面持ちだった、客席で目撃された世界的超大物女優。堀米はベストトリックの2回目。 試技を終えた後、両腕で罰を作った。これは採点拒否を求めるサイン。一度言ったトリックを取り消すことで、ペナルティなしで同じトリックに再挑戦できるようになった。パリ五輪からルール変更されている。X 上の日本ファンも、採点拒否とかクールだな、採点拒否。そんなのあるんだ、採点拒否なるものが今回からできるのね、採点拒否システムもあるのか。 成功したのに採点拒否した、冷静だね。などと驚きの声が上がっていた。